えっと、僕はきつ音症で悩んでいます。え、治し方や症状を和らげられる方法を知ってたら教えてほしいです。アメリカのバイデン大統領っていう方がもともとき音で、で、その人がやった治し方っていうのが、好きな詩をずっと朗読するっていう。まあ、たまたまその好きな詩があったんだと思うんですけど、その好きな詩を朗読するっていうのをやって、自分が好きなものだとあまりき音が起きないっていうのを気づいたらしいんですよ。 なので、その好きな本だったり、その絵本だったりとかで、その好きな文章だったりとかを、あの、読むっていうのをずーっと練習してたらしいんですよ。で、なんかね、き音の出やすい単語とか、出やすい文章とかっていうのもあるんですけど、で、だんだんその好きなもの読んでても、たまにそのき音出やすい単語とかもあるんですけど、何度も読んでいくと結構慣れていくみたいなのがあって、であ、自分はこれが不得意なんだとか、っていうのをちゃんと把握して、不得意なのが出たときは、ゆっくり意識して喋るとき音が出ないとか、その自分 自分のき音が出る、あの、き音っていうのはその、読み間違いとか言い間違いとかっていうのであ、どもっちゃって喋れなくなったりとか、声が出せなくなったりっていう症状が、まあ人によってちょっと違うんですけど、イップスもそうですね。なので、その自分自身の症状で、これだったらいけるっていう、例えば、じゃあ50音の表を順番に読んでくださいって言って、あいうえおは読めるけど、かきくけこになると引っかかる人って、あいうえおは大丈夫なんですよ。でもかきくけこの、あの、けっていう、 K の発音っていうのが不得意である。じゃあ何ぬねのだったらどうなのみたいな感じで、自分の得意な部分と不得意な部分っていうのをちゃんと切り分けていくっていうのを、一個ずつやっていくと、自分なりの乗り越え方みたいなのが見つかるパターンもあったりするので、言えてないですいません。<laughs> なので、あの、そこら辺実験してみるといいんじゃないでしょうか。 どもりって実はその構造的な問題じゃなくて脳の問題なんですよね。要はあの発生機能に問題があるとかっていう話じゃなくて、何か言おうとした時に言えなくなってしまう心理的障害だったりがまあ脳の中にあるんですけど、緊張すればするほどどもるんですけど、逆に緊張してないとどもらないんですよ。 なので、その読み慣れをするとかっていうので、そのいろんな本を音出して読んでると、言ったことのある音が多くなるんですよ。で、どもりの人って、言ったことのない音とか複雑な音とか単語だと引っかかりやすいんですよ。 なので、その、もう、いろんなものを口に音出して喋るっていうのを慣れていくと、それやったことあるから、別に止まらなくてすぐ言えるっていう。なので、その、慣れの問題なので、その、何でも口頭で読むっていう。で、読むのもやっぱり、その、面白いものじゃないと続かないので、なので、その、自分の好きな詩を一冊読み続けるっていうのをやるっていうのを、何度もやってたっていうのを、それを木工さんに伝えてみてください。